月亭はちみつの8チャンネル。さあ本日はお二方に来ていただいております。なんと YouTube 初めて、まあ、かれこれ1年近くなりますが初めての登場、お父さんです。よろしくお願いします。いつもお世話になっております親子ともどもですけれども、まあ一つ今日はよろしくよろしくお願いします、はい。そして、一般の方なんですが、M角さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの2の方はもちろんご存知だと思いますが、M角さんは明石家さんま研究家という肩書きでよろしいでしょうか。そうですね、はい、もうさんまさんのことをずっと調べてる、そして本も出されてるんですよね、はい、ありがとうございます。これ去年から今年にかけて2冊本出ていますので、はい、はい、よろしくお願いします。でここにさんまさんの年表、この世界に入ってからのずっとどこで何があったっていうやつを個人的にその世代関わってた方にアンケート取ったりとか、いろいろな資料、どれぐらいなんですか資料で言うと。いやもう数えきれないですね。もう雑誌は国会図書館からもうどんどん取り寄せて、はい、大体見たい読みたい雑誌を全部取り寄せました、はい、で書籍でさんまさんっていう文字が入ってるのは、はい、そういうのも取り寄せて、はい、でさんまさんの番組基本的に見てさんまさんの証言をノートとかにまとめて、はい、そういうのをいろいろ資料をまとめて作ったのがこの本なんです。そうだから多分皆さんさんまさん本人も忘れてるエピソードがあるんですよね。で、はい、さんまさんも一応あの認定されてます、うん、さんまさんにももちろん何度もお会いして今日この本出す時にお願いしてもらって、はい、パッと見出せやみたいな。でいろいろさんまさんにアンケート出して答えてもらったりとか、はい、そういうこともありました。あの新幹線で乗ってあって移動される時にちょっとお声かけさせていただいて、でその時にいろいろ質問さんまさんに直接質問してたんです。わからないこと、はい、だからさんまさんがもう書いてこいと、はい、もう聞きたいこと書いてこいって言われて、わかりましたって言って、家でまとめて、はい、まとめたものをさんまさんにお渡しして、うん、それでさんまさんが答えてくれたという、だからそういう情報もこの本の中に。だからね本当に、ね、特殊な人で、うん、人生の全てを費やしてる感じですよね。まあ、そうですね、まあ、大体、まあ、かなり時間は使いましたね。まあ、今回はこの YouTube ですから、はい、言うたらずっと調べておられる方、はい、そしてさんまさんと言いましたが若い時、勝手な僕のイメージですが、やっぱりさんまさんで八方、いろいろこうプライベートも含め近い存在やったかなと思ってるんです、うん、まあまあね、もちろん、まあ、はい、あの近くはおったというね、はい、過去の経歴で、はい、なのでM角さんも疑問に思ってることだったり、そういうのをリアルに聞いていただきたいなと。ただ唯一の弱点はもうこの年なので覚えてないことの方が多い気がするんですが。そうやな。いやそれともう一つ言えるのは、はい、身近におったけどプライベートな部分というものはやっぱり年の差があるんで、はい、そこの個人的な夜遊びとかそういうものはまた違うね、これね。お彼とはやっぱり年代のギャップあって、はいはい、だからプライベートな部分のエピソードがあんまり知らんねんな。僕もいろいろ調べていくんですけど、やっぱ昔、はい、もう大昔のさんまさんの情報っていうのはもうなかなか雑誌でも出てこないですし、はい、さんまさんもやっぱ記憶はね薄れてきてるので、はい、まあ、さんまさんがあの例えば弟子入り1974年昭和49年に入門されて、はい、まあ、弟子っ子時代のさんまさんって八方さんを覚えてはります？全然記憶ない。記憶ない、やっぱりないんですよ、この辺は。だから、うん、まあ、言ったら弟子についてるから松之助師匠と例えば落語会一緒になった時とかやったらついておられた、ついてきてたかなという、その気配すらもう、ほう、松之助師匠にこういうお弟子さんがいてるというね、はい、噂で聞くよ。家がさんまの開きをやってる工場やったから、うん、さんまになったとかね、で明石家の家がさんまの開きやってるからさんまや言ってそうなったんやっていうようなことはなんか松之助師匠から聞いたような気がするけどね。はあ、うん、当時松之助師匠まだお酒をたくさん飲んではる、そうそう当時な、うん、どういう方だった。もうとにかくお酒飲んでは今のあの息子ね、あののんきさん、のんきともう一人下のね弟と、可愛いんやろうけどもなんか私から見たらいじめてるように見えたで、楽屋でベーンついたりな、酔っ払ってあるんですか。
酔っ払ってはったと思う。舞台も酔って出てたからね。だから乾いてこうね、じゃれてるというふうに思ってはるんやけど、周りから見てるとなんか子供いじめてんじゃんかみたいなね、そんなような感じはした。というのは お父さん酒飲んだから。はい、落語、さんまさんの落語っていうのはあまりご覧になられた記憶はあまりない。ないね。これでも後ろはもちろん明石美脚、じゃあ明石、何やったかな、なんかそういう落語は晩秋巡りっていう、あ、晩秋巡り、先生それをやったのは聞いたことある、うん、あ、その生で落語自体を生かな、うん、まあ、だから落語をやってる回数っていうのは少ないっていうことですか。知られた限り少ないと思う。そうですよね、まあ、売れるまで結構やってはったとは聞くんですけど、うん、はい、もう1ヶ月でももう着物を着ながらなんかもう漫談風なの、うん、落語の古典落語はやってはらへんから、やってない早いな。というのは当時はね、僕らでもそう、僕らでもあのやってないというか、それはね、やれる状況じゃなかった、ね、古典は、まして劇場、大劇場でね、何泊かやってても、もうかろうじて京都花月の2回目の夜席が少ないから、その時に強いて言えば、まあ、お客さんを無視した状況で古典落語をやっときたいなってやる、そういう時代や。だから何泊月ではとんでもないで、そんなもうクスッと並んだら何してね、怒られるから、もう必死や、一生懸命面白いネタを自分で考えて漫談をね、受ける件はまあネタ次第やけどね、まあ、だから彼は当然漫談になるわね。やっぱさんまさんこの当時いろいろ模索されてたみたいで、うん、漫才をやってた時期もあって、うん、でこの写真はさんまさんと兄弟子の明石家小六さんが漫才をしてるところの写真、これさんまさんがあの正式に花月の劇場で、うん、データ上で残ってる最初の舞台が、うん、この1977年の京都花月2月の上席であって、うん、この舞台で漫才されたんですけど、うん、この舞台で八方さんも出演されたんですよ。もしかしたら漫才、さんまさんが漫才をやってるところとか八方さんご覧になられたこと、うん、これ多分ね、はい、ネタはあれ違うかな、漫才というか携帯漫才やな、あ、この時のやつが、うん、やいやと思う。だから俺小林やと思うんだけどな、阪神に移った、巨人から阪神に移った小林の、ま、真似して、うん、やったん違うかな。それに、ね、この小六がこう引っ張り出したんかな、さんまが引っ張り出したんか、それとも松本師匠がお前ら二人でやれ言うたんか。というのは吉本はね、二人落語家でもね、あの僕らパンダっていうで4人のせい、あの一人では受けへんから、お客の養老おばさんから言って、お前4人で何かせえやとか、二人で何とかせえって、僕らの時でもステレオ落語いて、落語一人でやっても受けへんから二人で出てきてね、そういうことでステレオ落語いうのも出番の中にはあったんや。だからこれもその一環やと思うわ、吉本が考えた。はあ、ずっとこれでやってたわけではなく、いやもちろんだから本人らがしたいって言うだけだし、吉本が明石家さんまを使いたいけど、なんかまあ言うたってピンはちょっと弱かったから誰かとやれとか、この本なら出番一緒やけど別に見てたというわけではないということですね。いや見てたけど忘れてるね、うん、多分野球の携帯さんまさんの花月のデータ調べて、はい、うん、合計こんだけすごいな、その情報量で、合計320日間花月でさんまさんと八方さんを共演されてる、すごい日数でいうと320日、一つの席が10日間、はい、でこれをずっと足していくと、うん、1977年から1983年までのデータなんですけど、はい、まあ、320日一緒にいてはったんかな、で楽屋でのさんまさんとか、はい、一緒に過ごしてはったんかなっていう、さんまのことが何だかな、俺がポッチーで、はい、さんまがチャッピーか、そうなんです、チャッピー&ポッチーとかちょっと、あ、これや、ほんま、あ、これや、それコントしてたんや、俺は野球のコントやろ、これもな、ね、うん、え、これ二人で何、これ漫才みたいな、コント、うん、あれはどこから名前は、八方のポーや、ポッチーで、あ、このチャッピー&ポッチー、さんまがなんでチャッピーか知らんね、俺も、あ、自分で言うたんか、なんでチャッピーなよ、さ、ポッチーに合わせたんですかね。そう、ヤングオーで三枝さんがつけはったっていう説もあるんですけど、さんまさんが自分でつけたっていう話もあって、はい、ポッチーはどういうふうに、きっかけはなんで名乗りはったのかなと。このね、ポッチーはね、
記憶ないけれども、ひょっとしたら後輩の女性が八方というか八方兄さんという場合に、あのなんかもうちょっと八方兄さん言うほど権威がなかったから、何々ちゃんみたいな先輩やねんけども、言うのでポッチって言うたんかな。私もそんな自分でポッチなんか言うてないで。そうそう、確かに言うタイプちゃう、言うタイプじゃないから誰かが、まあそうやね。でもその当時名前つけると言ったら今で言う文師匠、その当時三師匠が名前をつけていくあだ名というのはイメージあったけど、今のは初耳ですか？これいやいや、これそれはあの違う、文師匠に違う。これね、カンテレでレギュラー番組チャッピー&ポッチいうコーナーもやってるね。関西テレビで、関西テレビで、うん、夜のあの11時台の番組でね、チャッピー&ポッチ、その番組の中で毎週のようにやってる、毎週、うん、あ、へえ、そうなんですか、うん、でね、チャッピー&ポッチいうコーナーがあって、何やって、そのコーナーで何やったかというと、にかく半年ぐらいで終わったんや、あまりにも受けへんから。ほんだらね、終わりや、その終わりもね、終わります言われるとね、最終的にその時のカンテレの、まあ、アシスタントの 女優が、この9月で、あの今月、あの今日の放送で終わりですって花渡して、あのご苦労さんでしたって全員で見送って、では来週からまたメンバー一新で頑張ります、あのさよなら言って、同じように2人消えて、その時、次の週から、あのその後終わってからさよならってから、会社のマネージャーから、あの来週からあのチャッピー&ポッチのコーナーなくなりますので。そんな終わり方なんだよ。そんな終わり方やって。それはあのカンテレの番組ですか？カンテレ、あ、ほんだらちゃん、あのナイトパンチ、ナイトパンチや、ナイトパンチ、うん、ナイトパンチの出来事、そのエピソードはなんか聞いたことがあったんですよ。ナイトパンチ、花束を送って、その司会の女性ね、あのアシスタントに、さよなら、いやー、僕のお疲れさんでしたーって俺らに送って、へぇ、で、またさよなら、来週からメンバー一新で、司会誰だろう、メンバー一新します、さよならーって、そのまま消えたよ、俺ら2人。すごいな、そんな普通で言うとルールでは終わる、例えば1ヶ月や2ヶ月前からある程度聞いてるんですよ、うん、これ終わるんですっていうのは普通はね、うん、だからその放送中に終わるっていうのはその当時は普通にあった、普通にあったかな、だこというか、あ、ないのか知らんけど、こっちには情報が入ってけえへんな、演者側には。だから怯えながら9月を迎えたもんやね、3月とか、はあ、番組改編、番組改編になってくる、怯えながら。ちなみにこの時のネタは誰が考えたり？いや、ほとんど三枚だと思うわ。こういう、あと彼が突っ込むのよ、俺ただ小ボケするだけやから、おー、受けないけど小ボケするの俺やねん。へえ。オリンピックのネタとかな、これは俺この野球ネタ覚えてんねんけど、オリンピックのネタ覚えてるわ、うん、陸上であのトレーニング、オリンピック目指してってよーいって、であのよーいはちゃんと初めからするんやとかってな、突っ込み入れられて、なんやとかな、用意用意したら用意するようにと、いやいや用意してるがなとかなんか言うて、腕振って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 とか言ってな、でなんかこんなような振り方して、もう実にたわいない。今思ったら、今やったら絶対出してくれへん。なんじゃそれ言われてるか分からへんけど、その当時はね、振って振って短距離ランナーの役で振って振って振って、なんか彼が振って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 、俺がこう振りながら振って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 、なんかこんなしながら郷ひろみやないけど、そんなようなことやってな、こういう段階だな、そんなことやったけど、まあ受けた記憶ない。受けた記憶がない。受けたという記憶ないんだけど、こんなことも10日間劇場でやったり、これもこの番組があって、チャッピー&ポッチで吉本も看板でチャッピー&ポッチいう一つの、あの漫才と言えへんけど、チャッピー&ポッチ言って出番10日間。野球も一緒にやってた。野球はさんま君がチーム作ってて、俺はそれにこう非常にあのジェラシーを感じて、ほう、俺も野球はあの負けてへんとこもだから、あ、これだ、サニー、これはさ、三振やな、最初三振、そうですね、これで俺は野球やって、そのチームだったんですよね、うん、その時、はい、これでさんま君が自分でチームやりだして、スティングっていうのを作って、う、うん、でこれをつけてかっこいいね、ほんでこれがまた強いね、庄司がピッチャーで、でこれにやっぱり年代とかあるから俺は入れてもらわれへんわけ、でそこでちょっとジェラシーで、よし俺も作ろうと、はい、で SOS というチーム作って、
そうですか。あの高校野球経験者。それはその後。あ、その後なんですか。うん、それはね、たけしが横浜の球場で、横浜球場でものすごく強いけど、いろんなチームとやってるのを見て、よし、たけしとやる試合しよう思ってテレビで。そのためにで、ね、ラジオ大阪の番組で甲子園出た子、あのチーム、野球チームするので来ませんかっていうラジオで言わせたら、あの甲子園出たやつがわーっとはがきて、でその中でこう選んで、でそれを持ってそのままたけしさんがやってる番組のあの時の制作会社に言うたんや。こんなチームはね、甲子園ばっか出てるチームで、大阪では飛ぶ鳥を落とす勢いでいて試合もしてへんのに、で言うたら呼んでくれて、ほーで、たけし軍団、たけし軍団がやったんや。で負けたけどな。ええやめりゃ、すごい甲子園でもな、軟式になったらな、力若いけど振りすぎてみんなプレーなボールが、僕にゃーいがんでボールが、昔ながらで覚えてるのが、たけし軍団の人と試合したやつもなんとなく覚えてるけど、ジャニーズと、それはジャニーズの野球大会に必ずあの野球できるお笑い芸人いたら、俺は芸人、いや僕もね、ちっちゃい時に、あれ小学校の何年生か忘れたけど、ちっちゃい時にね、ベンチの横見たらね、マッチとかおったの覚えてるんですよ。マッチとしちゃんな、おで向こうはね、ジャニーズやからね、キャッチャーいてないんですよ。いてない、キャッチャーも面で隠すし、で、キャッチャーで、キャッチャーで呼ばれん、ジャニーズのキャッチャーで行ってたんですよ。だから僕はジャニーズ側のベンチ座ってるの覚えてるんですよ。だから小学校の1年か2年か忘れたけど、あの時は離れて吉本チームと試合したとかじゃなくて、じゃなくて、ジャニーズの野球大会で、ジャニーズがウエストとイーストに分かれて、はい、その中にタレントちょっと入れて、それか、あれ、僕、トンネルズさんとさんまさんが行ったやつも、僕、ベンチおった記憶があるんですけど、ヤンタン野球大会、それヤンタンですか、もしかしたら、僕、だからね、なんかね、野球のやつ、よう連れててもらったイメージ、勝手について行ってたのか、まあ、俺も連れて行った記憶ないねんけど、全然、いや、でも、おそやな、写真も残ってたな、あのとジャニーズの人と、やっぱりこうしてたら、スターになるな。甲子見たらスターやな、やっぱり。あ、なこの当時は一緒に試合チーム、だからチーム別で やってん、で勝たれへんね、村上昌司のあの変なチョコボールに、まあ、打たれへんね、あれは。そうなんです、ね、だから敵チームで戦ってた、うん、そうこの時は、うん、もうやっぱりスターやからさ、今更言うわけないけど大スターやな、形が違うやん、やっぱりシュッとしてもうそんな俺らみたいにボテッとしてんやん。でこれみんなボテッとして、これだとヤングオー、ヤングオーの写真で、うん、でさんまさんがその、まあ、小林茂の携帯模写ですっごく人気者になって、うん、で SOS っていう名称で最初、うん、サニー大阪スペシャルの役だったんですけど、うん、さんま大阪スペシャルに変更になると、うん、こういう時期でさんまさんが SOS のコーナーを、まあ、取り仕切るみたいな時代に入ってくると、うん、でその時八方さんはこのどんどん急上昇していくさんまさんをどういうふうに何になられていたの？もうこれはね、もう彼のね、急上昇なんてね、目線で終われへんぐらいこう上がっていくわけ、はあ、極端に言ったら飛行機のもう離陸するんだよ、うわーってエンジンかかったもん、たぶんうわーって行くやん。その時にうわーっと行ったのを目の当たりにして、はい、もう行けーとなってね、行け行けーってなる、応援でもないね、もう邪魔やね。彼が目の前におると、もう仕事がな、もう大阪の仕事も彼中心のことばっかりやから、ね、だんだん彼さんま君と同じような年代の下にこう注目されていくわけ、ね、これみんな我々あと4人みんな先輩やんか彼は。だから大阪で地に足ねつけて根を張られたらこれあかんわ、もう行けと、とにかくで東京やって、もう東京でーって言って、ほら、おい、その東京行っちょっと今度東京レギュラー入りまして、ドラマ、昼のドラマ入り、行け、もう行け、もう、とにかくもう、その辺の年代で言うと、さんまさんはほぼほぼ無名の状態で、このヤングオーというのにレギュラーになった、それともその前からちょっと人気は、いや、無名や。全く無名。あっこう最初に登場した時はもうほとんど無名です。そこからどれぐらいで、その今言う、一気こうやないけど。いやいや、もう一気や。もう1年、2年。そうですね。1年になった時に、あのプロ野球のドラフト会議で、江川事件っていうのが起こって、その時に阪神タイガースに小林はいはいはい、マジで。そのタイミングでさんまさんがぐわー。一気に。1年。だから約1年でぐわー。
ーといって、そのままさんまさんも記憶にないぐらいレギュラー14本とか、すごい慌ただしい日々が始まったっていうのがこのタイミングなんですね、うん、だからこの時はもうほんならこういう状況です、ね、もうそれはサニー大阪スペシャルだったらもう完全はい、メインやもんはー、でその後ちょっとして漫才ブームっていうのが起こって、うん、で落語家さんにとってすごく厳しい、そうや、その厳しいけど彼さんま君だけはもう漫才師の中にもちゃんとついていって、ついていっていうから同じように参加して、漫才師ではないけど、うん、テレビでもで我々はその間あの一歩も二歩も引かされるわな、うん、漫才ブームの時は、うん、もうでもその時に唯一落語家というかピンでさんま君だけがそこの枠におったわ、まあ、や漫才ブームというか関係ないですもんね本来は、本来な、うん、本来は関係ないんだけど、そこに MC であったりなんかであったり、うん、なんかだけどとにかくもう確実におったわ。だからこの後もう彼だけがやっぱりあのぐん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 上昇してる、ね、うーん、立ち止まるのはないな多分。駐在さんシリーズの話を聞きしたんですけど、そうそう、もうまだ力を持ってて、自分の中の記憶はやっぱりこの辺から笑っていいと思う。大人って仕事行って裸なってトランプしてこんな幸せな世界ないわみたいな、ハーデンに俺たち狂金族でさんまさんのやつやったキャラクターが誕生する、うん、部分部分しか覚えてないですけど、私はちょっと半分撮ってた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。次回も見てね。